1990年から2006年までにイランで発生した主な地震イランの地震一覧では、イランイスラム共和国で起きた大きな地震を一覧で示す。イランは世界的にも地震発生が最も多い国の一つであり、いくつもの大きな断層が走り国内の90%以上を覆っている。これによってイランにはたびたび地震が発生し、破壊的となる。 イランの南縁部国境線の地下はアラビアプレートとユーラシアプレートという2枚の巨大なプレート境界線に当たるためプレート境界型の大きな地震が頻発することになる。イラン高原は活動的な集局や断層または火山の噴火といったプレートテクトニクスで説明されるような地殻の動きによる地震の被害を受けやすい地域である。このことは 長い地震災害の歴史によってよく知られている。これらの地震は数千人規模での死者を出すだけでなく価値ある天然資源を失わせる。1900年以降、イランでは少なくとも12万6千人の命が地震によって失われた。ボルージェルドのバーザールのハーフェズの大将宿も2006年の地震によって破壊された。ありがとうございます。